ルールがありまして、金の鈴を身につけないといけないんですよ。おう、それはなぜですか。これは千葉県の金田鎖古墳から金の鈴が来ていることから由来になっています。金の鈴、はい、ぜひ踊り子の皆さんを見るときにそのようなところも注目してみてください。それではパレード A 会場の演舞幕開けです。トップバッターを飾るのは千葉連北天会の皆さんです。千葉市を拠点に、よさこいの小踊りを通じた街づくりを2年に活動しています。木更津武装には第1回から参加し、街の変化とともにチームも変化してきました。今年も木更津の街で踊れることを楽しみにしてきました。演舞のテーマは It's a Tomorrow World。 幼い頃読み聞かせをしてもらった絵本でも、いつの間にか大人になってその時の気持ちは忘れられてしまったことでしょう。今日は千葉連北天会が見ても聞いても楽しめるお日様のお話を演舞で表現します。それでは千葉連北天会の皆さん、よろしくお願いします。こんにちは。本日 MC を担当させていただきます。私は今日初めて木更津に来たんですけど、もう持っていたよりもすごく大きな祭りでとてもワクワクしています。それでは始めます。ねえねえ、千葉には夢の国があるって本当？そうだよ、夢の国だけじゃなくて大きな海があるんだ。千葉の海はね、この国で一番最初にお日様が昇るんだよ。すごい、私見てみたい。あれ？すごい。Yeah!
得点ゲームでした。どうもありがとうございました。素晴らしい演舞でしたね。とても素晴らしい演舞でしたね。